さらにまた回収するんです。いいなと思いますし、それからあそこの宇宙のみたいな大きいドームがあるじゃないですか。ちょっとイベントができる、パフォーマンスができるような空間があるじゃないですか。まあ、ああいう楽しみをね。今もうね。まあそうですね。あそこでライブなんかもね、やり始めた。で、ちょっとあの撮影してもいいですか。しますよ。あのですね、あの私もね、癌になったんですよ。どこで、ね、大腸がステージ4の大変だね、それでね、もう一日一日が一期一会だと思って、ね、あの YouTube でね、あの一日一日の記録をね、動画撮影してるので、館長さんに会ったのも久しぶりなんですけど本当ですね。コロナ以後初めてだった、まあちょっと記録として残したい。ああ、ぜひぜひ。で、今もこう見てたので、こちらの方は出雲と沖縄に住んでいる巨石 の写真家として大活躍の須田さん。今あの週刊現代で、はい、あの須田さんの特集がされてます。週刊現代すごいですね、うん、さっき沖縄が巨岩のね、でこちらが新潟の柏崎に住んでいる小林さん2人で、あの鍼灸師で、私京都に在住の時は私の鍼灸の先生をしていただいて、ヨミさんが巨大のね、あのアジアアフリカ研究からの事務を進めていて、で今は3人とも柏崎。ああ、そうなんですか。寒いところですけど、ここよりはまだマシかなと思って。風が強いですか。風は日本海側だからね。まあ、隣に原発もあるしね。風だね。柏崎はね、うん、まあ。津波来なかったらいいんだけどね。でもここはあの町おこしにもなりましたよね。この水族館がもう本当にね、先ほど話してたんですけど、もう廃止直前のようなね状況から大泉さんの提案ですよね。はい、でもうクラゲットに投下して、それでもうなんていうんですか、 V 字回復、まあ、たまたまね、いやたまたまというのも、ね、今もう世界からここに飼育員がここに来て学びに来るっていう。あの学びって一方通行じゃなくて学び学ばれて、うんうん、自分たちも今月は自分行かないけど、若い衆がパリの方に。ああ、素晴らしい。まあ素晴らしいですけど、それをね、アイデアとそれから実行力でね、うん、展開して、それを町の方にもあのご利益をね生み出し、かつ鶴岡市のね遺産みたいなね、うん、大事な資産になってます、ね、うん、素晴らしいです、素晴らしいです、ありがたいことにみんなついてきてくれてますね、うん、これはね、素晴らしいです。地元の方にとっても誇りですよね、うん、そうです、まあ、こういう風なことで、あの短い百しずつ世界的にユニークやる、うん、そうですね、うん、ユニークさはやっぱり個性出していかないと、うん、そうだから、そのある意味でそういう同時間とかなんとかが今の現状をね、どこにもやってるっていうんでは、あのもう、みんなが、ね、怖くなっちゃう。そうですね。だからどんな情報もどこに行っても大体見たようなものはネット上であるから、あだけどここに行かないと、このロケーションとこ あの展示のね、あの迫力っていうか美しさとかはここに来ないとやっぱりできないじゃないですか。いや、ありがたいですね。こういうふうに理解してくれてる人がいると、それで、ね、リピーターがね、やっぱ来るんですよ。ここに来たらもう一回来てみたいな、この風景の。ここで食べたいんだよね、あのクラゲ定食を食べてみたいなとか、クラゲラーメンを食べてみたいなとか、それであそこのスペースで、ね、空間を体感もう一回したいなと、リピート、うん、私も津田島さんとあの奨励者に来た時、毎年ね毎回来てましたし一番忙しいと来てるから、まあ、そういうようなこうリピート客をとあの積み重ねていける、うん、これがね、やっぱ厚みになってますよね。いやいや、ありがとうございます。もうこんな褒めていただくことがないんで嬉しいです。いや、松井、本当に言うと。いやいや、素晴らしいです。素晴らしいです。60近くになるとね、褒められるのも、ありがたいです、ね。いや、褒めるべきは褒めないといけない。っていうのはね、やっぱり活力にもなりますね。実際それだけのね、貢献をしてる。それをね、与えるようなことがない、まあ、まあ、好きなことを好きなだけやってるだけなんだ。それがね、何よりですよね。まあ、自分も高校卒業してこの業界入って、うん、今
年の2月にはそれこそ京大で10時間の講義をしなきゃいけない。すごいですね。すごい。ちょっと笑っちゃいますよね。10時間の講義、すごいすごい。立派立派。15時間頼まれたんだけど、5時間無理してた。どうですか。それはね、理科関係の方です。理科関係。本学の方でやれって言われて、本当は白浜でやるつもり。白浜だと頭で思い込んでて、白浜だったら15時間実習させればいいかと思って。本学はちょっとやばいぞと。大丈夫大丈夫。いやいやいや、一言だと思って。いやいや。あの私のね、知り合いが霊長類研究所の博士が出たのがいいからね、あのちょっと彼にも情報を流しますから。いや、入れない方がいいです。あのいろいろね、あの助っ人をしてくれると思いますし、それからあの、ご自身の体験を素直に語るのが一番ですから。そうですね。逃げまずに、それがね、何よりもあの彼ら連中は頭はいいけれど、またあの何かをねやりたいという意欲はあるけれども、本当にあのその現実ね、32番でこういう現実で、こういうことでこうなっていったんだと、そのまま語ればね、10時間でもね、3日でも語れますから。うかきついな。でもね、やっぱり先生の言ってる通りに、授業じゃないんだから、ただの講義じゃないから、うん、他からこうデータ集めてそれをやったって意味がないって。そうなんですよ。ご自身を語る。そうですね。この水道管を語る。その場所を語る。スローカー。それだけで十分ですよね。スローカーにはね、まあ、あの風呂試験という特別のものもあるじゃないですか。それが中心じゃなくても、そういう地元の機能もね、それがちょっと言っておくんですけど、スローカーを持ってる文化っていうのがあるなっていうふうに、ちょっとお話が街並みの。昨日、スローカーちょっと街並み歩いて、歩かせてもらったけど、あの、すごく文化の匂いありますよね。ゆったりしてます。私、新潟なんだけど、こういう文化ないです。いや、新潟の港町で結構我々行くと、いろいろ発見できますよね。違いますね。あのね、やっぱりね、産業の町なんですよ。あ、そうですね。あの農業とかね、うん、あのだ、まあ、漁業も含めてだけど、でもここはね、鶴岡の町の風景はあの文化的な町でね、例えばあの、うん、鈴木茂谷の国学のね、伝承とかがあるんですよ。うん、鈴木茂谷、平田篤太のね、門下生になろうとした方なんですよ。そういうような方、大山地区にあって、私、大学院時代にここに来て、あの鈴木茂谷の言霊校というのをね、書き写したりするようなことをやっていたので、だからね、それだけのもの、庄内国学っていって、鶴岡にはあの江戸時代の末期に、その庄内の独自のね、そういうこう農家の人たちとか、いろんな人たちが集まって勉強をやってたんですよ。こういうのはね、藩の士族の勉強だけじゃなくてね、あの農民や町の人たちが独自に勉強していくっていうね、こういう蓄積があって、そして羽黒の修験道があって、でこういうようなものが維持されて、もうお米もうまいし、いろんなあの魚もおいしいし、でこういう中でね、水族館がこうね、あの次のこう起爆剤になって展開できていくというね、だから鶴岡市というか、まあ、ここは鴨町ですけど、あの鶴岡の持ってるね、豊かな海山の幸っていうのがね、すごいですね。そうですね、そういう観点からと面白いやつが多いですね。面白い人材もこう結構出てるじゃないですか、鶴岡出身の。あれ、あの石原幹事も出てるんですか。そうですよ。か石原さんは違うと思うけど、あれ誰か、ね、でも、庄内は庄内ですけどね、余る目の方だったかな。本学でございます。石原幹事、余る目、余る目も庄内、まあ庄内ではあります。庄内では、文化的には坂田に近いです。自分藤島なんですぐ近い、そうですよね。でもなんか雰囲気やっぱかなり違う。まあ、先生、あのごゆっくり、はい、あのこれ展覧会と先生歌歌うので、最後の日ね、最後の日松健さんも一緒に やってくれる。そう、松健さんもやってくれる。そこに行ってね、あの出羽三山神社であのご神殿の前でね、合算参加でね、歌をね、一曲歌ってきたんですよ。奉納したんです。奉納素晴らしいで、イラベイド、ブラガイド、横笛とね。ウクリミさんベーシストなので、ベーシスト、ジャズのベーシスト、そうなん、もともとね、そう、もともとベーシスト、
まあ、まだ今度は音楽で、そう、ぜひ元気で長生きしてください、はい、少しでも、はいはい、1分10秒でも本当、あの気にしませんけど、さ、ソライ学、国学ってソライ学違いますよね、違うけど、はい、ソライ学は儒学の中 の、うん、あのこう日本的な一派なんです、はいはいはい、お湯そらいから、お湯そらいの、はい、だけどもそれはあのまあ士族たちの中の一部がやったんだよね、うん、で国学の方はあの士族よりもむしろ農民や町民やもうちょっと違う人たちが、それを学んだっていうのもあるわけです。なるほど。そらい学も結構あれですよね、なんか本質を形、うん、形式じゃなくて本質を学べという感じで、当時朱子学全盛の時にソライ学を選んで統合書を交わして、それは指導官、指導官、そういうだからそこがやっぱ違いがあるっては言われてて、その反抗自体は割と開かれた場所だったんじゃないかと思ってるんですけど、あの江戸時代はその漢学としては朱子学なんですが、うん、それに飽き足らないこう動きがいろいろ出てきて、うん、まあ、京都は伊藤仁斎という人物だったんですよね。でその伊藤仁斎ぐらいがあの関西では非常にこう新しいあの論語に立ち返ると、うん、朱子の中なんかでやっているのが朱子学なんですね。だから朱子の、まあ、12世紀ぐらいの朱子の考え方に基づくやり方ではなくて、論語そのものの、まあ、今から2000年ぐらい前のあの時代だったら、うん、あの時代だから2000数百年前のあの孔子そのものの精神、原点主義に帰れる、うんうん、原点主義に帰れる、はい、で古事記だって原点主義、国学だって原点主義なんで、うんうん、基本的に、うんうん、だから原点とか元の古典にね立ち返って、そこから組み立てて考え直して捉え直していきましょう。で空へも基本的にそうなんですよ、うん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 、だから趣旨の注釈によって何かをこうねじ曲げてというか、うんうん、あのフレームワークを作って考えるんじゃなくて、もっと本質的なところを原点に即して考えていきましょうっていう、それは大きな意味でこうルネッサンスだったんですよね、うん、つまり一番の古典にそのまま復興していきましょう、古典そのものを研究しましょう。だからこういう日本のルネッサンスが18世紀19世紀に起こってきて、小木曽来はその中の重要人物です。ああ、やっぱそうなんですか。それをいち早く取り入れたということをね、うん、少年派はね、反省を立て直すのに曽来学っていうことになっていて、非常に、まあ、それが藤沢周平さんの文学にも現れてるっていうふうには言われています、どういうふうに現れてるんですか。あのそのいや下級武士が一生懸命やってみたいな、その精神をね、そう、そういうこととか、その生き方っていうか、はいはい、その武士道の心構えみたいなものにそれが反映してるってことですね、うん、あと京都造形大の芳賀先生がこっちで、うん、ここ、ね、うん、ここじゃ、いや、ここじゃないです、ここで東京までなんですけど、ここ で、うん、ここで結構あのご講演された時に曽来学、うん、その時に上杉鷹山、うん、はいはい、鷹山、うん、上杉鷹山公の考えと、うん、ソライってつながっていたんですかねって話したら、いや実はねって話があって、隠れてソライ学を学んでたんですよ、その人たち、鷹山が、手垢先生、そっからてなんかウキウキしたから展開されて、よくぞ聞いてくださったみたいな話で、なんかこう、まあ鷹山あの 誰に学んだっていうかね、その上杉家に、まあ、使えるその教えてくれる方、有名な方いらっしゃいますけど、隠れてソライ学をっていう話をされてて、まあ、基本的にソライ学って当時幕府では禁じてって言ったらいいか、禁じられてるというか危険思想みたいに言われてて、あのみんな朱子学の形式にあの、ね、定まったものを学びなさいっていうふうに言われてたらしいんですけど、庄内藩は一貫してもうソライ学っていうのを決めて、ソライ先生はここに来てないんですけど、統合書ということで学んで、まあ有名な本だよね、はい、はい、なので、元の世にも統合書があったな、あ、大名は同じような、うん、まあ、あの学問の本質とか、うん、こう
どういう段階を踏んでね、どういうふうにするのか、まあ、あの質問形式で Q&A みたいな形でね、あのガイドしていくとか、イントロダクションをねしていくような書物ですよね、東文書。工学の東文書、まあ、あの入門書だよね、作った。あそこにずっと鳥があの座ってるんだけどね、あの岩の上。あの鳥はあの海鳥ですか？あの岩、これが、これがご飯で何？こっちが、ご飯じゃないんだよね、あら汁ですね。はい、まあ、本当にこういうのはね、うん、もうみんながよく分かって両方とも大事にしたいよね。そう、うなぎ結構あの演技少し変わった？いや、この辺は前と一緒ぐらいですかね。いや、いろいろ変えてると思いますけど、あのここまで近海の県民 の、うん、あの実は仕事だけというのは少し変えたのかなと思って、ここ4、5年で。そうですね、まあ割と美味しいお魚を庄内の漁業をよく紹介してくれて、そう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 、こういうのが海底に咲く花、はい、深海生物、うん、グループ踊り、こんなでかいのだったら、そうですそうです、色合いがそうだと分かってるけども、あんなでかいと、でかいんです、でかいんです、ゾーンですか、はい、クラゲのばあちゃん、クラゲバチ、うん、すごいね、このクラゲね、強くかみくはい。ノーベル、そうです、ノーベル化学賞の先生のそのクラゲの何ですか、今80種類。前から ここからですか、うん、そうです。プラネタリウム。はい。クラゲの。はい。全然こうね、世界が、うん、これは美しいというか可愛いというか、もう一つのやっぱ宇宙ですね、うん、これだけのね、うん、綺麗だな、もうあの呼吸をしているように、うん、こうね、このまま巨大になるやつ。巨大になる。はい。どれぐらい巨大なんですか。あの本当の大きさを左にあります。はい。これが本当の大きさ。はい。ということは1メートル以上になる。そうですそうです。漁網に引っかかって大変な被害になっちゃうやつです。そうね。はい。網に引っかかるよね。これ網の上で大変ですか。そうそう。網を壊すよね、こんなあのイカみたいなもんあるの？これあのクラゲとは思えないね、うん、イカ、タコあのスルメの足みたいな、ね、そのまま食べられるよね、この足これ綺麗だね、ガラス水晶みたいな。そうそうそう。ええー。ああ、
ミニマルアートみたいな。おっしゃる通りです。これやっぱり特色あるわね。中身でも発見があるっていうか、うん、はい、あ、これは下村先生の光る、こう、はい、この発光物質の研究されてます。綺麗ですね、このこう宇宙を感じるよね。クラゲって本当にクラゲだけで宇宙を感じる。これを見るとね、2001年宇宙の旅の、あの、はいはいはい、木星に行くときにこういう爆発するとかあるじゃん。あるこういうのがバーンとこういうするというシーンがね、クラゲみたいなんだよね。私、こう17歳、18歳の時にあれを見て、うん、あのシーンはね、特に好きですよ。だからクラゲのあれを見るといつもそれを思う。この宇宙のそういう線みたいなのがバーンといろいろ。そういう感覚、なんか宇宙的な感覚を、2001年宇宙の旅と当然と共に思い出すんだよな。なのでここは好きなんですよね。2001年の宇宙の旅一番好きな映画ですから、これもまたゆっくりせんな。このゆっくりさもいいね。わーん、このスピード感もなかなか、これ面白いね。この足っていうか、そうですね、カーテンみたいにこう、うん、ね、釣りカーテンみたいなのが見えんやろ。ヨーロッパのか、こういうなんか、なんていうんですか、うん、あの食べ物の中にあるじゃないですかこういうような旅のところ、なんていうのかな、舞茸じゃないけども、キノコ類のような、そう、キノコ類のような、これも長いね。そうですね。これ紐で繋がってるのまだ、すごい長い。この意識っていうのが感覚はあるんですか。いやーねー。これも長いな、まだ。うん、これも長い。大きいクラゲ。足というのか、足、長いやつはいたそうですね長いクラゲは毒ですね。毒なの、はい、長いクラゲは、そうなの、聞いてます、聞いてます。ビビってくるわけ、はい、くしゃみを発するの、はあ、あ、粉末がこれもじゃあ毒っぽい、うんカリフォルニアですね。カリフォルニア、天草クラゲ、天草清水さんのふるさとは、ブラックシーズね、セクロコミュニティシーズン、なるな、シャンデリアみたいな、うん、綺麗だ、装飾的だね。楽天アーチューブ、
みんなで見つけたけど、成長はアトランティック、ベイネット風、これもないですね。インドネシア、そうだ、シーネットル、うん、これもやっぱりどうですかね、これねえ。水、クラゲ、はい、レインボーシアター復活、あ、ここね、うん、うん、クラゲを中央知られたり、あとはそうですね、あの水族館組合とか、うん、そういう人たちが、そうだそうだ、県と絡みながら認可を得て、うんうん、施設をして民間で有志たちがやり始めたっていうことなのかな。あ、かも。これがあの奥泉さん、そうですそうです、が小賀賞、小賀賞、うん、これです、このこれがこの V 字回復、この一番最底辺の時は1997年頃、そう、入場者数が9万人超え、9万人で、9万人ぐらいになったわけね、9万人超え、もうあの、はい、以下になるともう閉館を迫られるというベース効果で、25万超えになったわけね、うんうん、これはすごい。オープンから400万人達成まで。この手作り感がね。素晴らしい。即中だな、あれは即電の宙返りですね。前方回転が後方回転がうまい私もあんまりしないですクラゲチップ入り。何が入ってるんですか。さて、佐さん、はい、クラゲ初体験いかがでした。いやもう神秘的な動きと、もうなんか本当にこう小さい存在で、ね、かわいいでしょ、この動いてるのを見て、かわいく美しいでしょ、はい、
宇宙を感じましたね。でしょ、やっぱり。でも本当になんかこうふわーって自分がこう異空間に、うんうん、まあ、クラゲの世界の。はい、クラゲの仲間。クラゲナス、素晴らしい。私もね、川に生まれてクラゲのように生きてきたからね。はい、で上に行ったり下に行ったり、すごいもう無重力な感じが。無重力、うん、確かに。ね、まあ、まさにそう。あ、すみません。見応えがありました。僕らとは違う世界を生きてますね。あ、そうですか。私自分 の, あの生きてる世界と同じ感じです。違うかなって思われる。私もクラゲの仲間かなって。クラゲの仲間みんな。こうするのが格好というか、ブラックライトみたいな。あれがまた。あれ下村先生の。展示のね。展示の仕方がすごい。ね、展示のこう、ね、宇宙を感じるよね。あの発光物質で下村先生がノーベル賞を受賞されて、でそれもオワンクラゲのっていうのを見て、当時の館長だった村上さんが下村先生に手紙を直筆で書いて、でまさかつながるとは思ってなかったけど、電話かかってきて下村先生から直々に見たいとか、でなんかうちのオワンクラゲは光らないんだけどどうしたらいいですかって言ったら、じゃあこの物質をあげたらいいって、その送られてきて、なんて交流が始まって、結局ここにいらっしゃることになって、それで光ったんですか。そう光ったし、今光ったし、そうで島村先生2回来てるのかな、うん、お、あのカリフォルニアだったが、アメリカにいらかったですから、基本的にノーベル賞のノーベル化学賞の先生、そういろんなストーリーが、ストーリーが、物語が元の。では紹介さんの。ありがとうございました。ありがとうございました。ものすごい響きますね、ここ。結構ね、山がね。やっぱハチ公の王子が、うん、熊の方から登ってくるんですかね。ヤマトか。ヤマトですよ。ヤマトか、うんうん。これもまたハチ公の王子の、そう。金ピカの、まあ、ニコト勝負みたいな、すごいね。この五重の塔もね、やっぱ江戸時代の最後方の建築技術と、あの資材をね、つぎ込んでますよ、はい、ここにあの八甲の王子呼んだっていう、あ、そう、はい、八乙女が、八乙女の、はい、1400年前に、はい、これは招かれて私もね、なびいていく、はい、なんでしたっけ、何姫、白山姫、あ、白山姫、観音様の、まあ、神仏集合して観音様ですね。ああ、だから観音島ですね、ここは。うーん、白山姫の、そう、海水浴場です。海水浴場、今も海水浴場、それは体のことですか。ここが神社だね。それが今のが拝殿だ、ね、拝殿が、あそこか。その裏が、あ、結構あの急な坂があります。はい。八角堂トイレ。三角堂かな。あ、八角堂かな。確かに。すごいね。あれはなかなかの世界ですよ。意味はなんだ。お、あ、それなりに。白山神社はくくり姫ですね。くくり姫の御事か。まくくり姫ともきくり姫ともいますが、あら、縁結び、海上安全、やっぱりね、イザナギ、イザナミ、あー、イザナギ、イザナミ、ちょっと雨が来ましたね。あ、降って、はい、いやー、あー、
結構だね。結構だ、結構です、うん、そっか、また奥があるかも。さすが、なるほど。山ですよ。なるほど。もうここで終わってます。なるほど。これが山頂。特にかけらはないですけど。おお。なってるんですね。こう検診。あ、断崖だ。結構もう断崖です。本当だ。おお。で向こうに鳥海山。ああ。おお、でっかいの。ね、おお、断崖。おお、本当だ。もう目の前には眼下には日本海が広がり、向こうには鳥海山が広がる。これ落ちたら松坂様に。いやー、松坂様に行くなこれ。いやー、じゃあここでホラガイを、はい、放送、はい、します。はい。鳥海山。よし。島だけども、はい、島である山ですね、うんうん、普通だったら弁天島で収まるんだけど、うんうん、弁天島よりも高いんですよね、うん、普通の島よりも。なるほど。だからそこへ一つの山と見立てて、うん、各山あの作り船を待って、そういうことですね。なるほどって思う、うん、これで登ったらやっぱり山だもん。そうですね、祈願ありがとうございますを、まず辛い言葉の創造から始めて海鮮祈願の向上に、天幕の賢き柳の神、寿司の陰花の立ち花の萩原に、杉原へ玉石時になりませる原への神たち、もろもろのままごと罪けがれあらんのば、払えたまい清めたまえと申すことを聞こしめてく、かしこみかしこみのまを通信で向上。
申し上げます。平成10年1月秀葉の国鶴岡の里の出自を持つ草島真一さんは神戸元気村副代表務めを得て無事地元に戻られました。そして合算水の問題を市民として取り組み、その水問題の活動基盤をもとに翌年平成11年1999年地元の市議会議員に立候補し、見事トップ当選をされました。以来来年で丸25年市半世紀になります。この間1999年より合算炎の祭りを行い、そして山形県議会議員にもなり、その後また市会議員に戻って今日活動を続けています。その草島真一さんの活動がいよいよますます、この時代の人々に共感を呼び、人の輪ネットワークをさらに強靭なものとし、地元選出の大切な議員としての活動を存続し、地元に貢献していくことができますよう、たくさん福利姫の御事を本日完全御大御札どうぞご共同ご祈祷お導きくださいますように、友人一同代表して府庁浜田当時慎み敬い奏上申し上げます。草島真一さんのますますの活躍活動の発展を記念申し上げます。そして皆様方のご健康ご多幸やさかをご記念立てまつります。二杯二拍手ください。はい、ありがとうございます。では当選間違いなし。うい、あ、すごい、すいません。お、立派ですね。うわーすごい、すごい、いっぱい取れてますよ。あ、ごめんなさい、そこは堤防からですか。いや、一番先、え、先端、先端、先端、すごい。あ、これはもう真鯛と黒鯛ですね。いや、今日は太陽じゃないですか。素晴らしい。何で撮ったんですか。え、あ、普通の深く。正月さんが流れてるのが弱なんですけど、私周辺のスピード足に大規模な縄文時代の遺跡。そうです、そうです、そうです。一番綺麗な清流。はい、丸池さんもすぐそこですから。はい。バイカモがまだある。
もうちょっと行くと、もうちょっとあのバイカモが綺麗に見えるところがあるんですけど、こっちまず丸池様に行きます。あ、ほら、あ、これあれですけど、これは普通の水草ですけど、バイカモっていう清流にしかない、あの、どのが水俣病センターの遠藤、うん、邦夫さんというね、水俣病センターの常務理事に案内されていたね、その湧き水のところだ、よく似てる雰囲気が、この水俣の、それはやっぱり水源なんです、湧き水が。なるほど。そう、で、神様の祀っているのはそこ、ここら、あの、ここの近くに大物意味のあの、祠がある、どこ、祠というか神社があります。神社が、これが祠じゃないですか、丸池神社。あ、そっか、丸池神社。あ、ここでこの丸池の神様に、はい、祠をこの対していただきますが、あ、平たい置くところはないので、うん、あ、危ない。丸池の神様、はい、エメラルドグリーンの、もうちょっと晴れたいい時間に来られたらね、そうですね、最高ですね。そうです、そうです、そうです、海神社の、そうです、そうです、境外抹茶に、そうそう、抹茶、そうそうです、だって大きいのはこの近くに、はい、水源からこうね落ちてくるわけだから、うん、瑠璃色の池そのものがご神体で、やっぱりご神体の方がね、うん、ご神体なんだ、うん、の祭神は田織姫、市木島姫、竹津姫という村方三女神である。丸池神社の本殿は、神地神池を拝むような形で配置されているね。確かに、そうですか。あは、だから同じ神社、両方とも、あの神様として、神池さん、名前がいいな。神池ですね。名前がいいわ。神池さん。しかここはあたり、色が出ます、ね。色が、うん、色が、まあいいね、ちょっと青がね、が青が出てます。確かに。瑠璃色の色が出てるわ。少しね。これ光が差したら持ってる瑠璃色。そう、あの光が入ったらすごいっす。もう。すごいですよ。これまた紅葉がいいですよね。ほら、ここ綺麗ですよ。うん。うん。辻真一さんも来たの。もう辻真一さんと、あと夏さん、島村夏さんも、うん、カヌー乗っけたことあって。じゃあ、あの料理家っていうか、そうです、ベジタブルの。はい。そう。暗いからちょっと、暗いからちょっと黒くなってしか見えないけど。実はこれ、こう全部、これ青いんです。こうものすごくこう青いんです。こういう。バイカモの。で、花咲くんです。夏。あの、ほんとこれ、はい。これで見るとこんな感じ。明るいとこんな感じ。うん、こういう緑の、緑の、すごい緑なんですよ。これ私のカメラではそんな映らんな。これ赤外線なの？いや、違う、違うです。よく映るやん。露出を、なんか、うまくやってくれるんで。自動で、はい、私なんかもうすべて露出されてるから、ね、そう、みんな早い、そう、清流はみんな早いので、うん、こんなゆったりでこんな清流ないんですね。
やっぱり湧き水の居酒さが、いや本当そうです。でゆったりをね生み出してるんだよね。そう。ちょっと質問いいですか。どうぞ。これはずっとあの人工的に？じゃあまあ水自体はあれだけど、これは人工的に型の土器あるのかなっていうね。ホラガイが型の土器。でもホラガイってそもそも琉球ですよね。取れるのは。まあ、ホラガイ自体は琉球だけじゃなくて、はい、おそらく熊野であるとか、はい、いろんなところであったと思うんだよね、はいはい、で縄文時代の海温は、うん、もう今からだいぶ暖かいと思うんですよ。なるほど。縄文海進と言われるぐらいに温暖化が進んで、そして今より5メートルぐらい水位は上がっていたんじゃないですか。おー、縄文、あの雪解けで氷河とか溶けて海水温が高くかつ、海面水位が上昇してたからね。なるほど。その時にもしかしたら生息域が変わっていたかもしれないね。なるほど。よし、じゃあ16羅漢。そうですね。うん、近寄りすぎたらまた16羅漢にならないかも。いや、近寄らないとね、顔が見えないです。顔があるんですか。もちろん顔があるんで。ほんで16におられるんですか。あのさっき地図にあったんですけど。ああ、あるある、顔が。うん、岩に顔がある。そう、あります、あります。あるあるある。本当だ。ラカンさんの下に、ラカンさんの下にトラナのようになっている、うん、かけてあるっていうか、あれ、自然の、うん、お姿、ここのお姿は、ああ、ちょっとなかなか、うん、まだ5人ぐらいしか認識できてる、5人ぐらいしか認識できてる、一方で、でもここで全部があるわけじゃないですか、ここに。この辺、ここにいらっしゃいます。5体かな、うん、あ、たくさん白くんである。